和読経済辞典略して、和読経済とは、ブレーメン経済工科大学の学生によって、開発された、和読経済専門用語のオンライン辞書である。和読経済のコンセプトとは、例えば、新ウェブ技術を使って、できるだけ、簡単により早く、言葉に関する重要な情報を提供することである。現在、当サイトによると、カテゴリー別に定義と例文が掲げられたり、 発音の録音も付けられつつある2万5000号以上が収められている。和読経済は特にドイツと日本の経営者、日本語を学ぶ経済学部の学生、言語学者等に向いている。現在2011年12月5日付で和読経済のコミュニティには日本とドイツより172名が登録している。サイト管理者は ブレーメン経済工科大学の学生とハイデルベルクの言語学の学生である。和読経済の目標はユーザーの質問に対して現実的でより正確な答えを提供することである。検索して見つからない言葉は素早く追加記載している。機能としては見出し後に録音がつけ絵にタッグを貼り Twitter や Facebook を通して 単語をリストにすることが可能である。また、フラッシュカードとして、個人用に公開したり、ダウンロードするのも可能である。当プロジェクトは、応用経済言語、国際経営学科、日本語学部の学生たちによって成立し、現在ドイツ各地の学生や、若手社員によって管理されている。また、ブレーメン経済工科大学より、法律的、専門的な助言を受けたり、 経済的支援を受けている。和読経済は、当時、大きなコミュニティであるビザイオナリーズが、経済辞書の専門書に革命を起こすべきとして、2010年に成立された。さらに、ビザイオナリーズには、同じインターフェースを使う、ハンデトンと、毒ハンという和読経済の中国語版と、韓国語版が含まれている。和読経済が、 他の辞書と異なる点は、和読経済の方が新しい Web 技術を導入していることである。特に翻訳だけではなく、ユーザーにわかりやすく説明していることである。日本語は、ドイツ語や英語とは、言葉の使い方や言葉の区別に大きな違いがあるため、この点は非常に重要である。例えば、ドイツ語のエントビクルンという言葉は、日本語に翻訳すると発展。 進展、開発となり、異なるニュアンスがある。したがって、その参考を、発展 VS 進展 VS 開発の形で、入力すると、結果は比較された形で出てくる。下記は、現在、2011年12月5日付の、ステータスでの和読経済の多様な機能、可能性のリストである、翻訳和読経済が提供しているのは、翻訳だけではなく、解説もあり、 翻訳の単語は一応見出し語として承認すればよい。ドイツ語と日本語の相違が大きいため多くの辞書のように意味合いを気にせず一つの単語に依然翻訳が出ているのはユーザーにとって不便で紛らわしいとの声が聞こえている。それに対して和読経済は数多くの日本語からその単語に一番合う翻訳を選び例文や定義づけをしてあるので 意味合いが随分わかりやすくなっている。読み方多くの経営者は日本語の書き方がわからないので言葉の読み方は漢字だけでなくひらがなやローマ字も表記してある。例文は読経済は毎日更新されていて新聞、ウェブサイト、日常会話などに用いられている実用的な例文がたくさん掲げられている。それによってユーザーに 生来の言葉の使い方が分かりやすくなっている。それは日本語とドイツ語が同じ意味を持っていても同じ使い方をしないためとても重要なことである。定義言葉のより正確な意味を定義づけるため、和読経済は特に類義語に関しては、ウィキペディアのような無料のサイトを参考にしたり、定義というタイトルで独自の説明を書く場合もある。 カテゴリードイツ語の単語、バンクのような、ベンチ、銀行そして蓄えの意味を持つ、血液銀行やデータバンクは、カテゴリー別に分かれている。そのため、カテゴリーを単語リストとしても使うことが可能である。お気に入り、単語リスト単語カードのように語彙をリストに集めて、作成することができる。そのため、まず語彙をお気に入りに追加し、お気に入りリストから語彙リストが作れる。 そのリストは申し込んだユーザー同士で一緒に作ることもできる。例えば、授業中に調べた単語を直接リストに集めて後で一緒に学ぶことが可能である。また、このリストはワードエクセル暗記ファイルでダウンロードしたりメールで送れる。追加記載検索不可能な単語は確認されるシステムでできるだけ早く記載されるようにチーム内に報告される。そして、 ユーザーは記載後メールを受けることもできる。同義語、対義語構成度率を保存しながら、できるだけ快適な検索ができるように、意味が同じでも、別の言葉が同義語としてリンクされる。つまり、類義語辞典が同時に作られている。また、対義語があれば、それも記載されている。画像は読経済では、アップロードした画像を両言語でタグして、または、 他のメンバーにタグすることも可能である。多くの人にとって一般的に単語は定義より視覚からの方が学びやすいので画像も提供している。録音数多くの辞書は国際音声記号を使っているが和読経済はネイティブの日本人の録音を使って発音を流している。特に国際音声暗号がわからない人々にとってはこの方がわかりやすい。 日本語を使いこなせることは、特に日本の経済業界で、お客様からの信用を得るためにも重要なメリットとなる。それに、同音語の2つの発音の相違が明確にわかる。漢字検索漢字を検索するのは、工学文字認識がないパソコンでは、正しい読み方がわからないため、入力することができなく、複雑になる。 数多くのサイトは漢字を部首で認識する機能が提供されている。しかし、慣れないユーザーにとって特に書き方が似ていたり、簡単に見えたり、曖昧な部首の場合は検索が困難である。それゆえ、文字をクリックすることでその文字を含むすべての言葉が表示される漢字フィルターがある。コピーや挿入のできない印刷物を読む場合は特に便利である。 今日の言葉、今日の言葉という機能は、Facebook や Twitter 等のチャンネルで毎日、表示されている。大抵、毎日のニュースからの言葉が表示されるが、日常単語や基本経済用語もある。ブラウザーアップアドク経済は、Chrome のアップを提供している。そのアップで、どのサイトからでも、辞書の翻訳が見えるようになっている。専門雑誌やドイツの新聞という欄で、 一つの単語について実用例文や応用例文を説明した12回のコラムを掲載した。さらに学生プロジェクトとして2011年のブリッジキャンパス詩人というコンクールのカテゴリー新メディア部門で優勝した。 http://www.wadokukeizai.de スラッシュ現在投稿数 http://vimeo.com スラッシュ1 7 3 4 6 2 3 6 k o n z e t t 和読経済プロモーション動画 http://vimeo.com スラッシュ29316009和読経済で単語リスト制作 クロームエクステンションハットアジンクーリエの和読経済についての記事ベルドナーアレツアイティングの和読経済についての記事ジャパンマークトとの協力ジャパンマークトでの単語リストブリッジアイディア競争2011ありがとうございます